アリベルト・マカショフ・アリベルト・ミハイロビッチ・マカショフは、ソビエト連邦及び、ロシアの軍人、政治家、陸軍大将、ロシア連邦共産党会派所属のロシア連邦議会、会員国家会議大議員、ソイ・ボルガウラル軍管区司令官などを経て、ゴルバチョフ時代から保守派、高派、またナショナリストの軍人として台頭した。1991年ロシア大統領選挙に、 保守派の独立系候補として立候補したが3.74%の得票率で落選した。その直後の8月クーデターを支持した。1993年モスクワ騒乱事件では最高会議に立てこもり防衛線を構築した。その後、1995年の会員選挙に共産党から立候補して当選した。1997年には、 当時下院国防委員会委員長だったレフ・ロフリン、中条ら大役軍人や、同じ共産党議員のビクトル維持金によって、結成された、軍、国防産業、軍事科学支援運動に参加し、この団体は、ロフリンを担いで、ボリス・エリチン政権の打倒と、軍事独裁政権の樹立を画策していたともされる。 超国家主義的なネオ・スターリニストで有名であり、極右のウラジー・ミルジリノフスキーよりも過激な言動で、反ユダヤ主義のヘイトスピーチを行っていると、ユダヤ人団体や議会の一部から批判されており、1999年にアメリカの著名な白人史上主義者の政治家、デイビッド・デュークと会見し、デュークはマカショフ支持を訴えた。ありがとうございます。